ゆうこ、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 何よりも大切だった人を殺された。死因は頭部を激しく殴打されたことによる脳挫傷と出血多量によるもの。遺体は変わり果てた姿になっていた。彼女が殺されてから数日が経った今もまだ犯人の手がかりはつかめていない。あの時喧嘩なんかしていなければ、一緒に帰っていれば、こんなことにはならなかった。I lose myself.